おはようございます。今日は、5月の何日だ。今日は5月24日、西丹沢ビジターセンターにおります。時刻は6時16分ですね。この時間で駐車場はもう満車です。はい、こんな感じですね。ナンバー映っちゃったらごめんなさいね。はい、では今日は、つつじ新道を通って檜原丸に行きたいと思います。ちょっとまだスタートしませんよ。トイレ行ってからスタートですね。はい、ではちょっと行ってきます。はい、それでは、用も済ませたので6時半出発いたします。結構まだ山の上の方は降ってるみたいですけど、多分上に着く頃には晴れてると思います。今日はね、この時期駐車場見て分かるようにすごい人気の、何が人気かっていうと、ゴヨツツジですね。白ヤシオ、ここの白ヤシオなかなかすごいらしいんで、やっぱりこの時期ね、一度は行ってみたいですよね。楽しみにしてます。はい、ビジターセンター、こっちビジターセンターから走路をずっと7、8分ぐらい歩くとこちらですね、道標が出てきます。で、こっから登山道に入ります。今日はね、西丹沢も最近は山ビルが出るようになったってちらほら聞くんで、一応もうこの時期ね、あったかいからね、ほらスパッツ履いてきました。多少でも侵入を防ぐことができればいいなと思ってるんですけど、血圧の薬飲んでるんでね、血が出るとね止まらないらしいんですよ。だからね、ちょっとね気をつけないといけないですね。薄暗いけど、こんな感じの道ですね。はい、橋ですね。こんな感じですね。これでね、3つ目ですね。最初の2つ取るの忘れてました。まだね、この時間だと、あと、2時間ぐらい、バス便の人たちは来ないと思うんで、それなりにマイペースに登れるかもと思います。帰りはね、結構ね、すれ違い渋滞で時間かかるかもしれないですね。すいません、どうも。出発から20分ほどで
今度は南面に出たのかな。さっきとは違って明るくなりましたね。明るい道がいいですね。はい、じゃあまた橋渡ります。師匠がね、木の陰から私を撮ってますね。待ち構えてますね。ここで起こったらどうするんでしょうね。ちゃんと助けてくれるんですかね。行っちゃいそうですね。どうなんでしょう。なんか下の方で川のなんか工事してるみたいですね。どうなんだろう。有心渓谷のやつですかね。有心ブルーは見ないうちに通れなくなっちゃったんでね、いつか復活したら見に行きたいですね。はい、それがいつになることやら。センテンスクラブでも行ってないのかな。後で聞いてみましょうか。さっきの案内板があったやつですね。歩道橋があるんですね。丹沢面白いですね。踏切があったりね。歩道橋ね、初めて見ました。なんか造花が飾ってあるけど、なんか意味があるんですかね。もうすぐゴーラサワ出会いになると思います。席がありますね。どっか多分そのゴーラサワのところで沢を訴訟するらしいですよね。太陽が濡れなきゃいいんだけど、水量はどうでしょうか。ここですね。どこで渡ればいいんだろう。もう思い切ってザブザブ濡れていくしかないのかな。やっちまった。はい、私は濡れずに渡れました。はい、でまた今度どこから行くんだろうね。こういうところちょっと分かりにくいですね。あ、先に人がいたんで助かりました。はい、約出発から1時間半ほどですね。まだツツジは見れてないです。山ツツジはねパラパラ咲いてるんですけどね。もう少しかな。はい、出発から約1時間50分ほどですかね。まだ白ヤシオは見えません。この先なんですかね。
終わっちゃったってことはないと思うんですけど、かなり上がってますよ。ちょっとね、涼しいのは涼しいんですけどね、風が欲しいぐらいの暑さですね。もうちょっとペースを落として歩けばいいんでしょうけど、なんかさっきまでね、前をゆっくり歩いてる人たちがいたんで、結構その反動で今師匠がペースを上げて歩いてしまってるので、汗かいてます。暑い。はい、出発から2時間ちょっとでやっとね、五葉ツツジが、白ヤシオが見えてきたんですけど、見えるかな。ちょっとね、明るい黄緑色の葉っぱに白い花だから目立ちにくいんですけど、肉眼だとね、まあまあ咲いてるのは見えます。でも落ちてるのもあるから、ピークはどうなんですかね。なんかね、正直言うとこの時点では白ヤシオのトンネルっていうのはちょっと大げさなんじゃないのっていう感じだけど、もしかしたらこの先にそういうところがあるのかもしれないですね。遅かったかなーっていう感じですね。まだね、上の方咲いてるところはあるんですけど、いやー、この花柄を見るとほんと1日2日の差でちょっとピークが過ぎてしまったような感じがします。いやー、ほんと山のお花は難しいですね。あ、はしごだ。すごいですね。ちょっとしまいます。やっと咲いてるところがありましたよ。これですね、可愛らしい花ですね。綺麗、水槽ですね。みんな写真撮ってるんで進まないですね。いやー、もうさっきはね、ツツジのトンネルなんてちょっと盛りすぎじゃないのなんて思ってましたけども、謝ります。ツツジのトンネルです。素敵ですね。来るのわかるわ。ていうかこの時期来ないと本当もったいないね。下もね、いっぱい落ちてるから、日曜日あたり行った人たちは本当ピークでさぞかし素敵だったんじゃないかと思いますけど、まだまだ行けますね。ほら、この距離ですよ。今ね、ちょっと階段があったんで撮り方変になっちゃってたけど、いや、清楚でいいですね。この花、愛子様のお印の花だそうでね、私も山行くまで
知らなかったんですけど、本当この花のように健やかに清楚にお育ちになって本当に良かったと思います。愛子様ご自身もね、見に来られるといいんじゃないですかね。お父様の近所天皇陛下は多分よくご存知でしょうからね、一緒に山に登ったりとか本当はできればいいんでしょうけど、なかなかお勤めとかこんな時代だからね、歩けないんだけど、ね、またちょいちょいね行ってほしいですね。はい、ツツジ神道をゆっくりと歩いていたら、ヒノキボラ丸まであと600メートルですね。2時間45分ぐらいか今経過してます。いやでも見事ですね。すごいわここ本当に。この時期に以外だと、まあ、紅葉も綺麗でしょうね。いや東京から近いところでこんな素晴らしいとこあるんですね。バスで延々と来てもこれなら全然来る価値があります。いやこの木道がね大変なんですけどね、よく丹沢の方々ボランティアの皆さんありがとうございます。それだけね人気のある山っていうか愛されてるんでしょうね、みんなからいっぱい来るからこう木道にしなきゃいけないぐらいもう道が、あまた木道ですね。いやでも白石のところなんかね、なんて言うんだろうね、ハードルみたいな感じの階段で、それはねちょっと危ないと思うよ。面白い形の木ですね。なんか分かれてるけど元はこの大きさだったんですかね。すごい中がくり抜いてあるみたい。ちょっと中見えるかな、見えないか。すごいね、すごいすごい。樹齢何年ぐらいなんだろう。ちょっと遠くまで行って
振り向く。ほら、大きいでしょ。他の木と比べても明らかに大きいですよね。すごい。で、4つに分かれてますね。自然はすごいね。まだありますね。はい、出発から3時間が経過しました。まもなく山頂です。商品を取って檜、ボラもある1601メートル。はい、お疲れ様です。